はい、大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、えー、今回は、みんな大好き、片岡敦司くんの、うん片岡敦司あれ違うな。片岡敦司って、あれ片岡敦司片岡敦司じゃないな。なんだっけ名前ちったな。片岡、片岡、片岡正志ですね。これ、片岡敦司って誰だっけ片岡敦司ってあれか。 今、現、中日ドラゴンズ二軍監督ですね。ごめんなさい。<laughs> 間違えた。片岡淳史じゃない片岡正史くんに関する、えー、動画ということでね、お話をさせていただこうというふうに思います。よろしくお願いいたします。なんでね、片岡正史くんをですね、えー、わざわざ扱うのかというふうに思われる方多いと思うんですけども、まあ、ある方からね、あのー、DM をいただきました。 はいえーまあ、DM をいただいたからといって必ずしもね YouTube の動画のに対させてもらうかどうかっていうのはまた別の話なんですけどもまあまあちらちら僕もね Twitter 上で、まあ、本人のツイートは見てませんけどもやはりねえっ、ー、とー間接的にまあ目にすることはただただただっていうことじゃないなたまにですねたまにありましたでも正直気にはしていなかったんですけども、まあ、ある方からね、えー ツイッターの DM をいただきまして、まあ、大橋さんのちょっとご意見というかあのご質問にお答えいただけたらありがたいですということで DM をいただきましたその内容というのがえー、っと、えー、大橋さんにお聞きしたいのですが、えー、片岡正史と接点はありましたかとでもしあったとしたら障害者っていう感じ感覚ってありましたか えー、どうも日頃の彼の活動を見ていると障害者年金2級に値しない言動をしているので不正ジ給ではと考えていますぜひ、えー、ご見解を教えてくださいというねご相談なんですで、まあ、そこでね障害者2級ってどの程度のことを言うのということをねまずはあのおさらいというか、まあ、僕も当然ねその 県に関しては、専門分野でもないですし、そこまで詳しいわけではないです。だから一応ネットを調べた上で、まあ、それをね、踏まえた上で僕の、えー、片岡くんの、まあ、見解ないし、えー、片岡くんの印象、そういったものをね、お話しさせていただこうというふうに思いますけども、前もって言っておきますが、まあね、あの、DM いただいた方にも言ったかな、何、何件かね、DM いただいたんですけども、えー、僕は決してね、片岡くんのことを、えー、落とし陥れてやろう。 であったりだとか、うん、その逆加藤、えー、君を擁護しようというような思いでこの動画を作っているわけではありませんあくまでも僕は今まで、ね、まあ、何度かそんな頻繁ではないですけども片岡君と直接会ってお話をしたことを何度かありますでその中で僕らは受けた加藤君に対する印象率直な、えー、気持ち考えというものをね述べさせていただこうというふうに思います、えー 偏ったね、さっきも言った陥れてやろうとか逆にね完全擁護しようとかそういったことをね、えー、考えてるわけではありませんのであらかじめ、ねえー、お断りしておきます。でまず障害者のね2級、えー、っていうのはどの程度のことを言うのかということをご説明させていただくと障害者2級っていうのは、えー、必ずしも 他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で、えー、労働によって収入を得ることができない状態です例えば家庭内で、えー、軽食を作るなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方または、えー、行ってはならない方です病院や在宅で 活動の範囲が病院内、えー、屋内に限られるような状態ですと、あ、家屋内です。家屋内ですね。家屋内に、えー、の活動に限られた状態ですと。で、あのー、聞いた話によると、これなんか公になっているそうなんですけど、まあ僕のねこの YouTube でそのそれを あのー、この動画で使って公にするつもりはないんですけどなんか片岡君はなんかえっと三級の三級のえっとその障害者申請のそのなんだっけ何ていうの公的証明書みたいなものは持っているそうなんです。えー、っとねまあ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 ネット上で公にしてるのかその辺はちょっと僕わかりませんけども。 まあ障害者手帳3級というものは片岡くん自身は持っていると、まあ、そういった話はしているそうなんです。ただ2級のの手帳を持っているかかどうかというとはは僕は知りません、えー、そもそも3級の手帳を持っていたことすら僕知らなかったんで、まあ、片岡くんからね、まあ、そういったあの障害者の申請を、まあ、あの受けてるんですと。 ね、あ障害者年金か障害者年金を受けているんですみたいな話は以前聞いたことあるんであそうなんだぐらいにしか思ってなかったんですけども、まあ、じゃあ産休はどの程度なのっていう話なんですがえ障害者産休は労働が著しい制限を、えー、受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とするような状態です。まあ 2級に比べたら軽いのかなとなるほどおそらくね <laughs> まあ僕正直そのうーんまあ片岡アンチって方の方たちなのかなってよく分かりませんけどもその方たちとまあ片岡君とのやり取りの中でお前2級じゃねえだろうというようなやり取りがあったのかな2級じゃないの2級程度の障害じゃないのに障害者年金2級の、えー 年金をもらってんじゃないのかというような指摘だったのかなというふうに思われます。まあ、ぶっちゃけねあのツイッターだけのやり取りとかユーチューブの一部分の片岡君の様子だけを見て、うん、それを全てと判断するのは非常に危険だと僕は思います。はい、でここからまあまあ,あの障害者だと思いますか 加藤君がねその障害者2級というような程度だと思われますかっていう質問に対してはあの正直言うと言われるまではそもそも障害者のその、えー、障害者年金を受け取ってらっし受け取っている、えー、そういった申請をしているってこと自体僕は知りませんでしたあの加岡君が言われるまでねそれまで気が付か,かなかったしそういった手続きをしていること自体知りませんでしたただやっぱりねあのー よくあったのが結構ね片岡あのは事実です、あのー、片岡くんのことをこう見かけるともう大体第一声は「肩い片岡君大丈夫か?」と「<laughs> でも大体大丈夫か?」っていうのはまず第一声だったと思います僕の記憶では。ぐらいね、あのーまあ、結構しんどそうな。 あの常にしんどそうな感じを受けてました僕はそのまだ片岡君とねあの接点があった頃はねはいで一時彼は彼はコールセンターのね職員として、えー、仕事をしていた時期もありますがまあ体調がね、えー、良くなくて結局続けられなくて。 途中で辞めているという経緯があります。だから、一時は NHK 党のコールセンターの職員としてね、そう在籍してましたけども、現在はどうなのかってことも質問されましたけども、現在は正直分かりません。はい。あのー、うん。<laughs> まあ本人が、まあ、職員だって言うんであれば、そうなんじゃないですか。なんか、それを証明できるものがあればいいんじゃないですか。はい。僕は、あの、 どうでもいいことに関しては、あ、そうなんだって言うんですけど、まあ大事なこと。えー、それに関しては、やはりね、確固たる証拠がない限りは、まあそうなんだぐらいで、うのみにはしないです。はい。どうでもいいことに関してはね、<laughs> あ、そうなんね、そうなることねで別に、あの、事実確認もすることもしませんけども、まあまあ基本的には、え、確、確固たる証拠がない限りはね、あまりうのみにはしないです。で、結構ね <laughs>、 えー、いろんなご質問を頂い,いてるんですがあとね何かねまあ画像を頂きました、えー、片岡君とまあある同じと言い,言い方していいかわかりませんけども障害を、えー、患ってる方 とののやり取り取があったのかなその中で結構なんか、えー、片岡まああまりその前後は僕知らないんでわかんないんですけどもまあ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 見る人が見たら結構その片岡君の対応がひどいじゃないかというような意見がありました。はい、えっ、ー、とこれはちょっともうよ多分ツイッター上では多分公になっている情報だと思うんですけどもあえて僕のこの YouTube では出しません。 いや読ませていただきまますけどもね、えーま、ず片岡雅史君のツイートが「拝見いたしました」「打つ大変ですよね私はあなたは私はあなたは受給していていいと思いますよ受給していていいと思いますよ何かあればいつでもご連絡くださいね」ってことで片岡君の携帯番号が載っていますで、えー、あるその同じ障害を持っていらっしゃる方なのかな片岡君の「 ツイートを受けててそのお返返事ととして返信ありがとうございます私個人からこのことに対してこれ以上申し上げることはいたしませんがちょっと何のことを指すのかごめんなさいちょっと僕分かんないんですけど、えー、分かる方は分かるんでしょうけどもねもし分かったらそのコメント欄で説明してください他の皆様が疑問に感じられていることへ誠実なご返答をお願いいたします片岡様が2級相当であるかは えー、他の患者様にも影響をいたします主治医ともよく相談してくださいありがとうございましたで片岡君のそ,それに受けての返事が「想像をものすごくいろいろと、えー、印象操作されていますがあなたの状態より私の状態の方が重いですよ私に受給をやめろと言うならまずあなたがやめるべきです」って <laughs> な何のやりとりはしてない。 何のやりあのまあまあ聞いた話を言うと片岡君はね来年の2月かなえーと埼玉県の新座市で立候補予定というふうに聞いていますで当然僕は部外者なんでねどうこう言うあれはないですけどもでもよくどうこう言わなきゃダメなのか <laughs> ユーチューバーとしてどうこう言わせていただくとえっとまあね新座に出ますとでそれで NHK 党で出るのか、うん、まあね、神奈川県の厚木、えー、厚木か、神奈川県の厚木市みたいに、えー、所属政党を偽って、うん、ステルスで立候補するのかね、要は心の病党で出るのか知りませんけど、心の病党で出るんであれば、うん なんかそういったツイッター上で喧嘩してる場合なのっていうのはね正直な感想ですで最近片岡くんを知った人たちはまあ今の片岡くんの姿をどう思ってるか分かりませんけども僕の印象からして、まあ、最近ね片岡くんなんかツイッター上でなんかリプバトルしてるようなんですけど、うん、片岡くんの性格からしてそういうことをするタイプではないんですよ昔,昔ってか初めて知ったのはね まあ約4年前かなえっとあそこ神奈川県の海老名か海老名市議会議員選挙の時にその事前の政治活動かな政治活動の時に何か参加するようになってまあそこから風岡君を見かけるようになったんですよね、まあ、要は2019年の参議院議員選挙が特政選挙が終わった後の海老名ですよね。 そこでまあ片岡君がまあ党に関わるようになったんですけどまあその頃から見てますけどなんかこう人とね争い事をしたりだとかこうんだろう揉め事をね自ら率先して起こすようなタイプではないんですよ。でなんで今こんなことになってるのかよく分かりませんけどもまあねここの病のそういったバランスが崩れてる。 こと当然僕は専門知識でもない専門知識があるわけでもないですし、えー、心の病気をや患ってるわけでもないので、まあ、それはね分かんないだろうとそんなお前に分かるわけないだろうと言われたらもうその通りですよただ少なからずね片岡君がそううやっってて人人ととを起こすすようなな間ではないと僕は思っていい僕思まにもかかわらずこういうことをやってるっていうのは相当今なんか不安定なんじゃないかなとうん <laughs> いうふうに思いますね。 うんでもっと言うとねちょっと厳しいこと言わせていただくとまあ心の病糖でね出るのかは知りませんけどもまだそれを大事にしていると片岡君の中でそれを大事にしていて心の病糖の投主としてえその心の病を持った人に対してえメンタルケアをしたいとでそのメンタルケアの手段として。 電話をしてもらって、えーまあ、悩み事とか、うん、愚痴を聞いてあげますよーみたいなねそんなスタンスなんですけどもうはっきり言ってそれねあの橘隆がそういうことをしろって言われてるからやってるんだろうけどもそれって政治家の仕事じゃないですよはっきり言って。それは行政の仕事です、ね、NHK、まあ こういうことを言うと、おおわしよってよ。あの、NHK 集金を追っかけるのは、それこそ政治の、政治家の仕事じゃないだろうって言う人いるかもしれませんけども、じゃあ誰が当時、その NHK 集金を成敗してくれる人がいたの警察してくれますか弁護士してくれますか行政が働きかけてくれますか 消費生活センター。まあまあこれも行政の一環ですけども、消費生活センターがそういった被害者に寄り添ったアドバイスしてくれますかって。誰もしてくれなかったんですよ。だから、当時 NHK から国民を守ろうとの政治家というのは、地方議員もそうです。立花隆史もそうですよ。ニーズがあったんですよ。需要があったんですよ。じゃあ、その心の病。 心の病気を患った方が誰に相談するの？まあ行政もそうですけどもいやまずは精神科医でしょって心療内科でしょって政治家じゃないよってそこをななぜわからない今片岡君が向かおうとしているのはそのここの病棟としてやろうとしているんであればそれは間違っているそこははっきり言います。これは別に 政治家の先輩だとか、もっとね、NHK 党関係者という立場で言ってるわけではなくて、一国民。<laughs> まあ、新座市民ではないけども、まあ、有権者と言うのはよまあ、一国民として言いきましょう。一国民として指 <laughs> 摘させてもらうよ。それは違う。政治家の仕事じゃない。診療内科であり、精神科医であり、 行政の仕事ですよ政治家の仕事ではないしかも片岡君は決して強者ではありませんはっきり言いますけどもどちらかといえば弱者の部類ですそういう弱者の人が弱者を救えるほど片岡君今の君にそれだけの力があるんですか お話を聞いてあげることが弱者救済だというのであれば何度も言いますけどもそれは精神科医であり心療内科であり行政の仕事です。それでもねここの病棟と,として活動して新座統制するんだってあればやればいいとは思いますけどもちょっとずれてるよちょっとじゃないな。 相当ずれてるし立花隆に言われたからやるんだっていうんであればそれこそ君は政治家向けではない自分というもの考えポリシーというものがないんであれば政治家になるべきではない僕はもともと片岡君は政治家には向かない人間だと思ってますここははっきりはしてもらいますけどもねはいまあもちろん こういった僕の評価を覆すほどの片岡君が頑張って政治家になるっていうのが一番ね、えー、いいと思うし、まあ、そうやって奮起してくれればそれはもう素晴らしいことだと思いますけどもでも僕はあの昔からね、まあ、まあいろんな人とは言いませんけどもまあ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 ある方々にはそういった僕のは片岡君に対する評価というものは言ってましたよはい。 まあなかなかねあのー、さっき言ったその片岡君ってものは人に対してこう争い事とか揉み事を起こすタイプではないっていうふうに言いましたけどもまあ一つ例を例として挙げさせてもらうとまあ当時さっきも言いましたけども NHK のコールセンコールセンターとして、まあ、お仕事をしていたという話をさせていただきました正直言うとね片岡君はね NHK 周期人の撃退 に関しては、うん、対応としては。申し訳ないけれども、及第点ですね。及第点でした。やっぱりね、弱いんですよ。<laughs> あのー。まあ、どやしつけるだけが集金に対応じゃないですけども。これ、ね、説得ができないんですよ。こう、集金人から言われたことに対して。いや、これはこうなんじゃないんですか。 そう,いったそういった反応ってそういった話っておかしくないですかこう切り返しができないんですよ。受け入れちゃうんですよ話を。そうですよ、ね、あまあこれは片岡くんの性格でもあり長所でもあり短所でもあるんでそれを絶対ダメだとは言いませんよ。ある種個性でもありますからね。 人として、片岡くんとしての人間としての個性として、それは全然僕はいいと思うんですけども、じゃあ、そういう人が政治家に向いているのリーダーシップ取れるの弱者救済ちゃんとできるの時には行政と喧嘩できるのってなった時に、僕は片岡くんにはできないと思います。 そんなねツイッター上の顔も名前もわからない匿名の人間と喧嘩してヒャッハーしてる場合じゃないって来年の2月だろ入座って約半年、まあ、半年ちょいかありますけどまあ今回のね厚木で厚木の市議会議員選挙で。 ステルス選挙で当選したことによって活動を見いだしたつもりでいるのかもしれませんけどもそんんなな甘いいもんじゃないですよ選挙注文はまあその厚木の彼がねまあ名前も顔も分かんないですけどあのどのようなえ事前の政治活動をしてきたか知らないしどんな選挙運動をしてきたか知りませんけどもステルスをしたことによってあ俺にもチャンスがあるんだなと思ってたら大間違いです。 そんなふうに思ってる暇があるんだったらもう活動を始めた方がいいでいいぐらいですよと僕は思いますはいあとは何かいいことあったかなあとは あとは、まあ、その、えー、障害者の育としてどうなんですかっていう質問ですけども、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、言われるまでは、まあ、そういったあの障害を患っているということは僕は気が付きませんでした、まあ、僕は鈍感だということもありますけどもねただやっぱり、あのー、会えばやっぱり常にちょっと体調悪そうだなと、まあ、心配で大丈夫かって声かけてたっていうのはもう事実ですし、えー、なんか首に爆弾抱えてるとで首の調子によってはもう本当にね あのうつがひどくなったりとかいったような話も聞いてましたしんそんな中わざわざねコールセンターまで来て仕事をしなくてもいいんじゃないのかっていう話をしたことあると思うしう当然ね体調なんんででの波はあると思うんですようんまあ今はね調子がいいのかもしれないしかといってツイッターでレスバトルしてるような状況なのもそれはどうなんだろうなと。 でね僕は正直そのえっといつだか忘れましたけども片岡君がなんかその訪問員で NHK の集金ではなくてなんかそのほ家に訪問してきた人をこう撮影することによってなんかこうかなりねツイッター上でバズってかなり当時も <laughs> されましたよね <laughs> で本人もおそらくね承認欲求がかなり強い方だと思います。 えー、あうやってねツイッターにチヤワされて嬉しかったんでしょうで結構ね、えー、舞い上がってるって姿もなんかこう目の当たり目の当たりっていうかなんとなく感じられたしねただそれを見た時に僕はものすごく不安を感じました、はい、今はいいけどもこれ後々必ずドスンって落ちるだろうとメンタルが。 でそうなった時に彼は大丈夫なのかな動けるほどの、えー、元気を残,せ残しておけるだけの、まあ、精神的肉体的のうん状況を保てるのかなというような不安はありました。で結局選挙が終わり統一地方選挙が終わって落選しましたってなった時に、ね、しばらくなんか <laughs> 落ち込んでメンタルがねだいぶね <laughs>。 怒っちゃったって話も聞いてますしうん <laughs> ねあ,の、まあ正直これはねもうその障害者を難級かって判断するのも結局人間ですしねでその判断する時にめちゃめちゃ体調悪い時だったら当然うん高不調のね時の不調の時にこの審査すればね それ相応の、えー、判断はされ、されるでしょうから。叶うしもね、僕は嘘だとは思わないんです。はい、僕はね、僕はそう思います。はい。ただ、ね、今度また新座に引っ越して。そういった時に、まずそうやって再度、その。審査を受けるのかどうか、ね。受けるのか知りませんけども。まあ <laughs>。うん。 まあ正直言うとなんでそんなにこうなんか <laughs> いろんな人とこうツイッター上で喧嘩してるのかまあ見てないんでわかんないんですけどうんまあ僕もね最近はそれほどでもないですけどうんまあ僕はこういう性格なんでまあおちょくったりだとかあのからかったりだとかえ時にはもう罵倒したりだとかまあそういうことしましたけど片岡くんはそういうタイプじゃないよとうーん それをして何か注目を浴びたいと思ってるかまでの計算をしてるのかは知りませんけどうんまああまり無理しない方がいいよと <laughs> あのマイペースでやった方がいいしうん正直言うと僕は片岡君は政治家にならない方が長い目で見た時僕が片岡君にとっていいんではないかなとまあ本人がどうしてもねもう政治家になるんだと <laughs> 弱者救済、えー、心の病の方をお守りするんだっていうね、えー、もう誰に,何が誰に何を言われようがそれを貫くんだっていう強い意志があるんであれば僕は別にそれは、ね、否定はしないけども、うん、僕はそれが合うのかすら僕は僕正直疑っていうねなんかこうわざわざいばらの道というか。 常にね批判される立場に、えー、身を置くことは片岡君にとって本当に大丈夫なのかという心配であるがゆえにこの動画を撮ってはおります。はいあのどういうやつに関しては全然話題にもしないんでね <laughs> だこうやって話題にしてるっていうことはうん、まあ、多少ないともね、まあ、老婆しながら心配してる部分もあるんだよとまあ、っとのねあの黒瀬君同様にはい。 まあ気にかけてる人はいるんでね、まあまあ、関係ないですけども、はいまあ、ただうん何度も言いますけども片岡君は政治が向きではないあのどちらかというと利用をリーダーシップを取ってこう人をこう利用する、まあ、いい意味でね利用すいい意味で人を利用するというタイプではなく、うん、片岡君は利用されて で搾取されちゃうタイプだと僕は思っているんで、うん、あの辛くなるよとあの例え当選したとしても辛くなるよと議員になったとしても辛くなるよとあの体調悪いからっつってあの何日も議会欠席してるとさすがにねあのまあね には出さない以前ね昔に比べたらそれほどこうバッシングとかはないかもしれないけどもやっぱり政権の目っていうのはねやっぱ冷たくなりますよそこはそれに耐えられるのかなっていうような心配もあるしねはいまあ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 何にせよまあ最終的にね片岡君を政治家にするかどうかっていう判断するのはまあ有権者ですからあそこはね有権者の判断を仰げばいいと思いますけども僕は僕は片岡君のためを思えば 政治家になるべきではない政治家にならない方がいいというふうに僕は思っておりますえ皆さんはどのように思うでしょうかどのように思われたでしょうか、えー、コメント欄にコメントくださいよろしくお願いいたします以上です